今月の23日にいよいよ万博がどこになるかというのも決まりますから。そう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 、僕は今日これだけのためにあの大阪帰ってきてますからね。この歩いていただくために浜田さんはなんかついでの仕事でこっち来てから全然思いが違いますよ。違う、なんか違う、収録のついででこっち来てますから。違うでしょ。違います。これがメインですよね。当たり前じゃないですか。今回はさ、改めてもう松井知事いかがですか。松井知事いかがですか。本当にね、もう去年も、はい、お二人に、はい、松本さん、浜田さんに盛り上げていただいて、何をしても、それも今年ね、これ来ていただくのに、歩くんやったらけえへんって言われましてね。そんなこと言うてんの、ほらまたほら言うてない、言うてないわ。カメラ止めてください。カメラ止めてください。カメラ止めてください。フロートなかったらもう見てへん。いや言うてない、そんな言うてない。いや、ほんではとにかくね、歩く距離を決めていただきまして、乗り物までね、今回用意してないです。いや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 、これでね、11月23日ね、もう間もなく、これもあのもしもの結果出たらね、これもう僕の責任ではないと思います。本当ですよ。アンバサダーの責任です。誰だ、アンバサダー。そりゃそうですよね、市長知事。人気ないナンバーワンの責任じゃない。こんだけの人がね、期待してくれてますから。そうですよ。これ期待裏切ったら僕もそらあれやから。なんかうちのおかんはね、万博大阪決まれへんかったら平行いて寝るって言ってた。軽いな、軽いなと思って。むちゃくちゃ軽いじゃないですか。平和別にどうでもええやろって言うたんですけどね。いやもうでも、はい、やはり万博が決まったとなれば、はい、これ以上の皆さんが、はい、そうですよ、何倍もの皆さんが大阪を訪れますから。まあ、今予定ではね、2800万人、はい、2800万人が、はい、来ていただこうと。万博をやれば、はい、決めたんですよね。訪れるとこれで結構結構してるらしいですね。でもね、そうなんですか。まあ相手もね、強いらしいです。なかなか強いですよ、ロシアも。ほら、だからあと浜田がなんか問題さえ起こさなければなんとかね。今のところ順調ですからね。今のところなんとかね、騙し騙し来てますから。騙し騙し、あれとあれさえバレなければね。2個もあるんですから。あれさえじゃないんですか。2個もある。2個もある。今のところ順調に来てますから。これは本当にでも盛り上がってきましたんでね。はい、もう23日は何が何でも、いやもうやりましょう。ほんまにね、もうちょっとドキドキ見守りたいです。決定したら、あの今度浜田さんが、はい、あのパビリオンをペンキ塗るって言ってる、はい、お父さんと一緒に。そうだ、お父さんと一緒にね。そうなんですよ。全部買いました。70年の万博、用意してます。70年の万博、浜田さんのお父さんがソ連館塗られましたので、そうね、なんかやっていただきたいですよね。北は、そうそう、今度もうソ連館ないんでロシア館塗ってもらう。知事めちゃくちゃ巻きかかってるんで、まだまだお話は続きませんが、ここでそうですね、ちょっとプライベートなんで写真は勘弁してほしかったんですけども。いやいや、ちゃいますよ。大好評です、これは。大好好きなイベントですからね。どこがプライベートなんですか。ラストスパート頑張りたいと思います。本当にそうです、よろしくお願いします。いやでもほんま頑張ってほしいですよね。いや本当ですよ。やってますよ、もうお二人も。ほんまですよ。パキスタン、おとといまで、まあ、いろいろパキスタンでいろいろ活動がいろいろあるんでしょうね。遊びにでしょ。違う、違う。大問題よ、そんなもん。仕事、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 間違えて、早く帰ってきましたね。殴られますよ。うちのおかんが大阪万博決まりんかったら平行いて寝るって。いいですよ、もうお母さん寝といてくださいよ。もう大丈夫です、決まってから言ってください、はい。まあ、ということで皆さんも長時間楽しんでいただけましたでしょうか。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、御堂筋オータムパーティー2018御堂筋ランウェイ、皆さんのおかげで楽しく閉会を迎えることができました。いよいよ今月の23日でございます、はい。ぜひ皆さんも万博が大阪でできるように、一緒に頑張っていきましょう。ということで今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。